まず最初このチョークスタイルでやっていきます。で、一番最初タスキ取られるとき、一番最初袖と、肘の部分で入れます。顎引いてもらって、逆向いちゃうとより締められやすくなっちゃうので、なので反対向くようにします。顎引いてもらって、道着持っていきます。で、持ってったら袖と肘持ったら自分の方に引くんです。こうすると自分のこの道着がどんどん遠くなるので、最初のタスキの場所にあるとキャッチされやすいんで、なので最初持ったら顎引いて反対に引いていきます。じゃあ引く向こう側に押していきます。引きながら押す。で、ほんの少しの空間ができたら、この肘の持ってる方側の手を相手の上腕の中に入れていきます。まず最初チョークのディフェンスしていきます。入れていきます。入れていったら袖を持ったのです。自分の手だけで持ってて、これが自分の、顎のラインぐらいになっちゃうと胴着取られた時にこう自分の指が決まっちゃうと、なんで持ってたら必ず歩いてる、このなんていうか、この自分のナックル部分が山形になるようにしたら、ちょっとずつ歩いてる。実際グッと締めてくるんです。なんで簡単に上がらないんで、なんでちょっとずつ指先のセットに力入れて、ナックルが天井が来るでしょう。ちょっとずつ上げてくる。必ずそれは持ち続けてくる。これ忘れちゃうと、もう一回ここの歯、もう一回ここが、ここから通してくる。そう、これ通してくる。通されないように必ずこれは持ち続けてくる。上がっていく。上がってったら最後肘上げて、自分の後頭部マットつけてください。つけてたら次、自分がフラットないで、この形から天井が向けにします。で、左からつける。こうするともう完全にバックじゃないでしょう。横についた状態で自分が背中の、両肩がマットついた状態、完全にこう胸と背中が外れた状態なので、ここまで持っておきます。そしたら、ほとんどの人が次マウント取ってこっちですだけど、僕 の、 全体重が下の足にかかっているので、こう簡単にはこう、ね、マウント取れないです。なのでこっちに向き直ってくるタイミングで自分の右手バイセプトで、両足を交差するようにします。起き上がる。で、最後クローズバックトップで転身していくことします。袖取ってもらう、引いてもらう、引く、送る瞬間の空間ほんの少し作っていく。最初ピタッとつけてくるんです。キャッチするこの瞬間に差し込んでいく。ただ全く同じことするんですけど、逆サイドいけないとここやますで、間違って通り越しちゃうと次顔プッシュされて十字かけられちゃうんで、そうです。なんでここまでは一緒です。まずこの手が入るとチョーク、もし捕まえてはまずこれ締まらない。なんでまず保険かけて、必ずこれはいる。もし捕らえても僕の右手があるんで締まらないんで、持ったまま次左足真横出します。出す、右足使って、次最初、上に乗ってください。で、反対側、また同じ形で、肩をつけて、押していきます。足交差して、上に乗っていきます。逆サイドで、ショックじゃない方のサイド、同じことします。顎を引いて、反対側、送って、手を入れてから左足前を出す。そしたら右足使ってマット蹴って上に登ってきます。横上げて頭振る、左から手を押す、足を押す、上を
期待会にしましょう。